さて地球さん、今日 の、 あの、はい、バチコンの竜をちょっとね紹介してください。はい、ですね、今回はですね、メインラインが P の 0.4 号を入れてます。で、リーダーには、フロロの 2.5 号を入れました。で、ディグっていうのは一種類っていうんじゃなくて、まだみんなあの試行錯誤してる段階なんですね、バチコン自体がね。はい、うん、で三つ股サルカンに、リーダーつけて下側に、進化つけるケースもありますし、これは誘導式にしてます。誘導式、はい、うんうんうん、あのパイプに、シンカーがついていて、それで誘導式になってます。でそれを浮き止めゴムで、固定して、これは中にあの軸があって、両側からこうペッ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 刺すような形になっています、うん、でこれであのリーダーの長さを任意に調整できると。はいはいはい、あのちょっとやってみて分かったかと思うんですけれど、潮の速さとかそういったあのよれの出来具合によって、あのすごくリーダーが絡みやすいケースとかがあるんです、はいはいはい、で現場現場によってやはり、ね、長い方がいい場合と短い方がいい場合とあるんで、うん、そういったようにリアルタイムで調整できるように、今回は、このような浮き止めゴムを使って、調整するような調整できるような形にしています。なるほど、はい。まあ今日は東京湾だったので、あの非常に何て言うんだろう、ボディーウォーターの流れが強くて、あの、そうですね、後半はあの激流になっちゃって釣りができなくなったんだけど、はい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 、通常のそのシンカーは何号から何号ぐらいを用意しておけば。そうですね、6号から10号ぐらいが多分メインの重さになるかなと思います、うん、ただ、もう現場によってはそれだけでは対応できないんで、15号とかまでは用意しておいた方が安全かなという気がしてきますね。アジがねでかいじゃないですか、はい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 、もう最大数40、ね、超えるやつも、40も超えるやつも出ます太いし、はい、で僕はもう今回初めてだったんだけど、はい、そのフック、そうなんですよね、なんか通常のアジング用のフックじゃ持たないって地球さん言ってたんだけど、そうなんです、どうなっちゃうんですか、通常のやつだと。通常のやつだとまず伸ばされる、折れる、うん、あと2回ぐらいかけるともう針先が、曲がっちゃって、あのやられちゃって、はあ、フックポイント死んじゃう、死んじゃう。でそれどこですか、それ。今回は G クラックでしたっけね、っていうところのギガジオっていうのですごい太軸のものを見つけたんで、これを使うことにしました。 G クラックさんのギガジ専用なんだ。はい、これは丈夫でしたね、あの今回何本も釣ったけど、あの、うん、全然やれた感じも全くなく、針先も平気です。ですね、なるほど。竿ってどんなもん用意したらいいんですか。はい、ですね、6フィート半ぐらいの、ベイトロッドで、やっぱりベイトがいい。はい、ベイトがいいです。あの圧倒的にあのフォール中の当たりが多いんですね。確かに多かった、はい、で僕も7割くらいフォールだった当たりが。そうですそうです、うん、で、その後に合わせを入れようとするとどうしてもそのスプールを抑えて、操作するって形にしないと、うん、あの遅れてしまうんですよね、うん、で糸吹けも出てしまう。で当たりが出たらとにかくスプールを押さえて一旦当たりあの、うん、合わせにね止めて、うん、であのちゃんと魚が乗ってるかどうかを確認して、でも乗っていなかったらそこでもう一回ステイかけて、うん、ちゃんと食わせるまで、このリーグを止めてやるとか、もしくは誘いかけるといったようなことをやるっていうのが結構重要なんで、うん、了解です。はい、竿はまあ、今日はこれインクスレベルのね、はい、あのメバルプラッキングメインに作ったサビアを、はい、地球さんも僕も使ったんだけど、例えば普通のライトクラスのバスロッドでも行きます ね、はい、6号とか12号とかの重りつけるんであれば。そうですね、うん、あのここのバットだけはまあ長めのやつを使った方が楽です ね、 ですね、はい、何かにつけなので、あとは、流用するとすると最近のイカメタル用の、検査機、イカメタルの差はドンピシャだと思うね、はい、ちょうどいいですね、あの穂先が柔らかくてでバットはしっかりしてるというような竿だったら、はい、ちょうどいいと思います。了解です。